はい、こんにちは。今日はですね、三菱 UK ワゴンの、ご紹介をさせていただきたいと思います。この EK ワゴンですね、この色がこのイエローのお色になりまして、結構あの黒 の, あの色の選択をされている車結構多いんですけれども、あの黄色の、車両になります。で、走行がですね、今現在2万4000キロの走行距離でして、女性のワンオーナーになります。で、ちょっとですね、内外装の状況をですね、動画の中で確認していただきたいと思います。で、外装のですね、目立った傷とか、あとはこういうガリ傷とかですね、そういったものもございませんので、非常に綺麗に乗っていただけるんじゃないかなと思います。で、ぐるっとこう回っていっていただいて、やはりですね、塗装のハゲとか傷っていうのも非常に少ないかと思います。乗り下ろしをするときにですね、ちょっとこの辺りがですね、本当に透明ではわからないぐらいの、傷が少しありますが、この辺もですね、丁寧に補修なんかもしてますので、その辺りはあの気にならないんじゃないかなと思います。で、こちらの方に回っていきまして、横の傷なんかもありませんし、よくありがちなですね、この辺のこう鍵を持ったままドアを開けてこの辺が傷になっているとかですね、こういったのも、よくこういう軽自動車の、中古車の車両では見られるんですけれども、この車に限っては、そういったものはございません。で、走行距離の少なさをですね、分かるように、これ最初のですね、純正のタイヤだと思うんですけれども、最初のから使っているタイヤだと思うんですけれども、このタイヤに関してもタイヤの目もですね、ほとんど8分山ぐらい残っていると思いますので、タイヤの交換も、必要ないかと思います。続いてですね、内装なんですけれども、非常にですね、シートなんかもきれいに使ってますし、この内装のですね、傷とかそういったものも少ないかと思います。で、リアはこのような形ですね。で、リアに関してもですね、この EK ワゴン、まあ、最近の日本の軽乗車全般に言えることかもしれないんですけど、結構あの広く車両が使ってますので、大人4人でもですね、十分に乗っていただけるような、広さと、ヘッドクリアランスも結構ありますので、実用性も非常に、期待できるんじゃないかなというふうに思います。で、運転席の方ですね、乗りまして、で、装備に関しましては、こういうナビゲーションですね、あとは ETC もありますので、まあ、オーディオは純正のオーディオになるんですけれども、そのあたりもですね、後からやらなくてもいいかなというところですね。あとですね、この車はあのリアがですね、スライド式になってまして、これ自動で開くんですね。で、見ていただきますと、はい、このような形でですね、ドアが開け閉めができます。で、これはあの乗り降りなんかもですね、する際にも重宝するんじゃないかなと思いますね。送り迎えとかですね、ドアこういうあの収納関係もですね、非常にたくさんありまして、そのあたりも実用性が非常に高いんじゃないかなと思います。横のですね、まあ、こういったところにも収納があったりとかもしますし、あとカップホルダーも横にこのようにありますので、この辺になくても邪魔にならないと、あとこの辺もウォークスルーになっているというような感じですね。はい、あとですね、リアの2台スペースなんですけれども、スペースはですね、シートを一番後ろにしているときにはこのぐらいのスペースがあります。で、これをフルフラットにするときもですね、ワンタッチでできますので、簡単にしていただける形ですね。で、こちらも
このような感じですね。はい、という形です。あとはちょっとお車をですね、実際に、走らせてみたいと思います。はい、それでは走らせてみたいと思います。まずエンジンをかけますね。まあ、当然なんですけど、まあ、エンジンをかけた瞬間にですね、エンジンの、大きな振動が伝わってきたりとか、まあ、そういったものもありませんし、異音がするようなこともありません。はい、ではスタートしていきたいと思います。サイドブレーキはですね、足で踏んで解除、もう一回踏んでつけるというようなサイドブレーキになっております。まあ、これからの時期エアコンも気になるところですけど、まあ、エアコンもちゃんと効いておりますね。で、加速などについてはですね、これターボの車ではないと思いますので、ちょっと加速に関してはですね、ものすごい、急激な加速ができるかというとそういうのもないんですけれども、そのあたりをですね、ちょっと望まなければ、十分ご満足いただけるかなというような感じですね。で、ハンドルも軽いですし、女性が実用的に乗るっていうものに関してはですね、おすすめじゃないかなと思います。こうやって乗っててもですね、過不足を感じるようなことはないかなというところですね。あとはだいたい EK ワゴン自体はですね、お探しになられている方は、EK ワゴンで、予算を決めたりとかですね、走行距離を見たりとか、あと外装の色とかですね、内装の、こういった、仕様なんかを見てですね、選ばれるかと思うんですけど、この仕様特に見てですね、この外装がこの黄色であるということ、あとこういったスライドドアとかですね、そういったものが全部装備されているお車で、これいいなということがあったとすれば、ご予算がですね合うようだとすればですね、このお車はお求めになって後悔されることはないお車じゃないかなと思います。あとはですね、もしもっとこういうところが、見たいとか、この辺を動画でちょっと見てみたいなということがございましたら、お気軽にですね、お問い合わせいただきましたら、また追加で、動画の撮影なんかも対応させていただきたいと思いますので、ぜひですね、前向きにご検討いただければと思います。以上です。